会。続いて日本サーフィン会。オフェンスは24秒以内に攻撃を起こさなくてはいけません。24秒バイオレーション、カナダボールです。カナダ、カナダ、ナンバーセブン、シンディーアウェイ、日本。日本1回目のタイムアウト。行こうか、日本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 。シュートモーション中のジャパン18、北田ツーショット。Thank you.
日本ボール、日本日本ボールです。ファールがありました。シュートモーションモーション中のファール、日本18番北田にツーショットが与えられます。ジャパン18北田ツーショット。第1クォーターが終了しました。得点は12-20、カナダがリードしています。カナダの僕たちにできること。連戦の選手に、疲れている選手に、
皆さんの声援で応援しましょう。さあ、まもなく第2クォーター、ボールはサイドライン、日本ボールからのリスタート。さあ、対応をよろしく。日本、日本、セカンドクォーター、
となります。バスケットがカウントされ、さらにカナダにカウントワンスローが与えられます。カナダカウントワンスロー。日本
アナザーボールです。終了しました。ここは25対39、カナダがリードしています。